てくるんですけれども、普段タオ、はいはい、さん含めて三人でなんて呼び合ってるんですか。そうですね。あの私たち私タし新馬で二個ずつ違うんですけれども、はい、あんまり姉とか弟っていう立ち位置をこう決めてなくて名前で呼び合ってるんですね。はい、でも三文字だとちょっと長いのでほなかだったらほので新馬だったら新ってこう呼んでるんですけども、最近ちょっと流行りなのは新丹とか。 なんかタータンって呼んで <laughs> 最後にターンをつけてるのがず最近の流行りです、うん、で基本は名前呼びですそうですね 全員が同じ感じなんですか?うん。そう、全員がターンつける。そう,そう、あ、うん、なん、なんとなくノリでターンつける時もあれば、<laughs> 今日は花とかシンとか。とか名前で呼び合ってます。うん、はい、そうですね。そうですね。あの、妹の誕生日は節分なので、いつも結構タイトスケジュールで。あの豆まきをやってから、妹の祝いっていうのが昔からなんですけれども。あの、最近は、こう、みんな大人になると、夜遅くまで。 お仕事があって、終わってからみんな、日をまたぐ前に全部終わらそうとするので。今年も結構急いで、はい、豆まいて、あ、次ケーキみたいな感じで、こうバタバタ、お祝いしたんですけれども、まあ、そういうのも。集まれるだけ、あの、幸せだし、なんか楽しいなというふうに思いました。下さん、タオさん、はい、喜んでいらっしゃいましたか。喜んでました。でも、あの、姉が言うように、あの。お家では、あの、ドタバタした感じで、あの、お祝いしたんですけれども、あの、今年、あの。 姉がファンクラブイベントで、あの、あの、はい、ファンミーティングで、そう、あの、誕生日を祝っていただいたりとか。 あとお仕事先でも祝っていただいたりとかあのいろいろしていてあのそれもすごく喜んでましたね、はい、土屋家のお二人イベントは初共演と、はい、いうことなんですよね、んでう初めてお仕事で会うので本当不思議な気分で楽屋が隣だったんですけどそうです、ね、こっち来ながら弟のシンバが。 あの炎が隣にいたらニヤニヤしちゃいそうとか言ってずっと言ってて本当に笑っちゃう <laughs> でもリラックスできてますか帰ってそ,そうですね、うん、あのすごくリラックスしすぎて大丈夫かなって思います、はいはい、昔はよくあのみんなであのでっかいこうフライパンであのホットケーキを作っていてそれであのそこにチョコレートとか使ってあのデコレーションして、うん、ねそれであのみんなで食べたりとかしてました、うん、個人的にチョコあげるとなると あの結構妹は作る手作りが好きなタイプで、私は結構美味しいものを買って渡すタイプで、でお返しはあのたまにこうお花をあの母や妹や私にあの送ってくれるんですけれども、でも最近弟がすごい料理男子になっていてすごいんです実績が。でこの前もなんか,かお菓子なんか作ってたよね。ああ作ってた作ってた。てたうん、なのでなちょっと今年は手作りの豪華な。 豪華なお返しが来るんじゃないかなというふうに期待しておりますわかりましたちょっとハードル上がっちゃいましたけど <laughs> 男女ともに多分友達が多いので結構友とチョコをすごいもらってる印象あるんですけれども <laughs> でもあのー 自分でもらったいただいたチョコは自分で食べたいっていうタイプなのであの譲っっって言ってて言も絶対くれないんですよ、ね、でもなんか妹はこう弟大好きなのであの今年は何個チョコもらったのみたいな感じでちょっとなんか気にしてそうです。<laughs> でも女性からしたら嬉しいですねちゃんと自分で食べてくれるうそうですね。それはいい,、うん、いいなと思います。うん、それは、まあ、あの男のたしなみと言いますか <laughs>、はい、生まれ年のバルセロナオリンピックの成果がすごく綺麗でそこから「炎」っていう字をつけたみたいですで、オリンピックイヤーの成果のからこうつけられた。 由来の名前ということで、まあ今年東京でこの生まれ育った東京でオリンピックパラリンピックがあるっていうのはすごく嬉しいなというふうに思っております。柴田様。さんはあ、そうですね。えっと僕はあの母親があのライオンキングを見てそれにあの感動してあのつけたっていうところなんですけれども、あの字はですねあの祖父のお家が。 えっと神社に縁のある家で、で祖母のお家がクリスチャンのお家なので。でそのどっちも、はい、あの木とか、あの植物の葉っぱとか。あのそういったものを飾る習慣があるので、それをイメージして、あのこういう。はい、感じを、あのつけたみたいです、うん。うん、はい。兄弟間でプレゼントを買ったりとかってことあるんですか。ありありあるよね。なんか誕生日とかは、うん。 あの買いますし、あとはみんなであの母の日とかはお金を出し合ってあの大きいお花とあとはあのケーキを買ってお祝いしたりしたりしてます。うん、はい。ついてる？ありがとうございます。届い <laughs> <laughs> てくれますか？ジ <laughs> がついてたみたいな。兄弟、うん、<laughs> 本当に仲いいと思うんですけども、なんか喧嘩したりとかそういうことはないですか？うん 小さいころは,は人並みにあったけど、うん、最近はなんかあんまりないですね。そうですね、うん、あとやっぱりあれかな一人暮らしをそれぞれしてるんですけれども、うん、まあいい距離感っていうのもあるかもしれない、ね、そうですね。うん、みんな一人一人なので、うん、ちょっと寂しくなったらみんなでご飯食べたりとかもねそうしてますねりするので。 やっぱり仕事に取り組む姿勢というのはすごく尊敬していて一つ一つのどんなお仕事もすごく気持ちを込めて全力で準備をして取り掛かっているし、あのーまあ、分かりやすく言うとなんかすごいミニマラソンみたいな走るやつで、あのー、途中で最後やりきってふらってなっちゃった時があったんですけど赤坂、うん、ミニマラソンかな。うん、その時もあのすごく その時すっごい忙しくて寝る時間がほとんどなかったんですけど家帰ってきてその時ちょっと実家だったかな一緒に「炎走ろう」って言われて走ってで最後にこう疲れるじゃないですかで家の前に着いたらちょっと何本かダッシュするって言って追い込んで追い込んで日曜夜何時何見てくださいみたいなことを言うのをこう繰り返してたから意識がなくても言えたっていうのを聞いたりすると本当にすごくストイックになんか真摯に向き合ってて。 尊敬だなと思います、うんまあ隣にいるあのほのかはこう大学受験の時の,あのいつ寝てるんだろうってあのリビングで勉強してるんですけど基本的に、まあ、僕が寝てて夜トイレに行ったら絶対勉強してるんですよずっと、まあ、自分はそういうふうにそこまで突き詰められるかって言われたらその自分にはできないというか真似できないくらいの,その追い込み方をまあ姉二人するのでそこはまあ 本当に尊敬してていいいますね、うん、一瞬のことと言い忘れちちゃっったょめられて恥ずかしい <laughs> あの弟はあのまあ自分で劇団ひまわり入ってこれをやりたいっていう声優と俳優をやりたいってすごい熱い思いを持ってあのやってるんですけれども本当たくさんレッスンがあってその中で大学も行きながらで,でレッスンで習ったことはもう絶対にその場で吸収するっていう思いが強いらしくてなので。 もう教えてもらったことはもう普段の意識から取り入れる取り入れるっていう,もうそういう話を聞いただけですごいなってすごく刺激をもらっていますっていう付き加えでした。<laughs> <laughs> ありがとうございます <laughs>